どうもお疲れ様んさ。どうもお疲れバカルディ。それ言うならお疲れ様ーずだね。でも子供なのによく知ってるね。結婚前から5歳児やらさせてもらってますから。で、おじさんは誰？僕は五条悟る、ナイスガイの呪術師だよ。そのちらし寿司が何のご用？うん、最後の死しか会ってないけど別に気にしないよ。うわ、その誰も傷つけないツッコミ、松陰寺太夫譲りですな。ちゃんと第七世代も網羅してるんだね。君みたいなタイプ嫌いじゃないよ。さて、今日は君を払いに来たよ。お、俺にいくら払うの？おいくら万円？いや、君自体を悪魔払いのようにお払いするのさ。君のお父さんを払おうとしたんだけど、強力な特級呪霊で失敗しちゃってね。もっと簡単にいけると思ったんだけど。俺の父ちゃんをバカにするな。父ちゃんが怖いのは母ちゃんと会社の上司だけだ。ゴキブリみたいに小さなものにはめっぽう強いんだぞ。僕はそんなに小さくないけどね。そうだね、おじさんはうんこまみれのザリガニぐらいだもんね。隠してうんざり。なかなかひどいこと言うね。喧嘩売ってるのかな。そんなもの売る商売してないぞ。言いがかりだぞ。説明のいく納得をしてもらいたいですな。納得のいく説明ね。えなかなか話が噛み合わないな。まあ、よっぽどお父さんが好きだということだね。いや、俺父ちゃんはそんな好きじゃないぞ。確かに最初は可愛がってくれた。しかし二人目のひまわりが生まれたら、なぜか急に冷たくなった。俺のこと遊びだったのね。いろいろと複雑なんだね。でも本当は父ちゃんのこと大好きなんだぞ。こっそり父ちゃんのおパンツ履いたりしてるんだぞ。父ちゃんのいなり寿司を包み込んだおパンツが今まさに俺のいなり寿司を包み込んでいる。このおパンツを通じて俺と父ちゃんはつながっているんだぞ。そういう形の絆もあるんだね。それに父ちゃんは賢いんだぞ。英語も教えてくれるんだぞ。へえ、すごいね。5歳で英語を習ってるの？そうだぞ。I am a 坊主。うんこいずあべん。そろそろ払ってもいいかな？で、どうして俺を払うんだっけ？君がお父さんの死神、もしくは魂を埋め込んだ突然変異呪骸だからさ。なんだその突然変態住人というのは。ちょっと難しいよね。人形なんかに魂を込めて自由に動かしたりするんだよ。ほうほう、ネネちゃんがイライラを発散させるためにウサギの人形に怒りを込めてドシドシとボディーブローを打つようなもんだな。よくわからないけど、そうかもね。わかってないのにわかったふりをする大人の悪い癖ですな。とにかく小さい頃から君の体にはお父さんの魂が焼き付いている。腐ったみかんのバーキンセールのごとき劣悪な思考を。そんなことないぞ肝臓腎臓。だって湯船からお尻だけ出す桃色潜水艦とかを見せられて真似してやってたんでしょ。俺は人の真似なんかしないぞ。俺にはゾウさんゾウさんとかチンコプターとかケツだけ星人ブリブリとかオリジナルの技があるもんだ。みのもんだ。残念ながら引退。そうか。じゃあ君は突然変異呪骸じゃないんだね。じゃあ少しお父さんの強さについて教えてくれるかな。ほうほう、例えばどんなこと？あの足から放たれる強力な匂いとか。ああ、それについては父ちゃんがよく言ってたぞ。なんで？俺の靴下はジャスミンの香り。ウケる。全然違うんだけどね。父ちゃんはそんなことより異常にメンタルが強いんだぞ。へえ、どんな風に？口癖は心配すんな、なんだぞ。最近はママとのプロレスごっこも飽きたからって。夫婦間のマンネリズムには関わりたくないな。それから何回キャバクラにいたの見つかっても全然へこたれないんだぞ。母ちゃんがどうしてそこまでしてキャバクラに行くのかと聞いてもいつも胸を張って答えるんだぞ。なんで？そこにキャバクラがあるからだ。ある意味常識の枠じゃ測れない人なんだね。強力だ。そうとも言う、早見言う。でも弱点もあるぞ。ほう、興味深い。さて、その弱点とは？家のローンと税金の話すると落ち込むんだぞ。そこは至って庶民感覚なんだね。それもあり、苦労あり。さて、ここからが本番だ。君とお父さんの目的を教えてもらおうか。
目的？ああ、あるんだろう。呪詛師、下等すぐるのような邪悪な目的が。父ちゃんは知らないけど、俺にはあるぞ。それはなんだ。俺はもっと強くなって、カスカベ防衛隊をより強力にするんだぞ。風間くんもマサオくんもネネちゃんと力を合わせて地球を守っていくつもりです。それは素晴らしい。しかし、信じられないね。子供は狡猾で、嘘つきだ。ましてや呪骸となればなおさらだ。じゃ、払わせてもらうよ。その肉体と魂を。君、死刑決定ね。俺死ぬのは嫌だから、戦って勝つぞ。君は僕に勝てないよ。だって僕、最強だもん。やってみる前に決めつける。これまた大人の悪い癖ですな。じゃあ、本意気で行かせてもらうよ。あ、目隠しを取った。そうすると何が見えるんだ？まさか、七子姉さんの、あんなとこや、そんなとこか。そういう使い方はしないよ。領域展開。無料空所。なんだなんだ？君を僕の領域内に引き込んだ。ああ、動けない。ここでは、知覚、伝達など、生きるという行為に、無限界の作業を強制する。君は動くことはできないよ。そしてここから出ることも決してできない。領域に引き込んだ時点で、勝ちが決定する究極の技なのさ。これにて一件落着！ならば最後の手だ！ブリブリザイモン！なんだ、この豚は。どうやって僕の領域に入った？ブリブリザイモン、俺をここから出してね。それじゃ、バイバイ。なんと、なんと、この僕がまたも負けるというのか。そんな悔しがるのおかしいぞ。いい年しておまたげない。え、なんでまた帰ってきた？最後に、君に伝えなければならないことがある。それはなんだ？戦いの敗因か？おしっこした後、チンチンはよく振るんだぞ。それじゃ。確かに僕は、チンチンをよく振ってはいない。そんなことで負けたのか。修行のやり直しだな。恐るべし、野原慎之助。それにしても、スクナより強いやつ、多いな。Set your face on fire. Let's get higher.